超電動、超電動、超で、導とは、特定の金属や化合物などの物質を非常に低い温度へ冷却した時に電気抵抗が急激にゼロになる現象。1911年、オランダの物理学者、ヘーケ・カメルリング・オンネスにより発見された。この現象と同時に、マイスナー効果により外部からの磁力線が遮断されることから、 電気抵抗の測定によらなくとも超伝導状態が判別できる。この現象が現れる時の温度は超伝導転移温度と呼ばれ、この温度が室温程度の物質を得ること、室温超伝導は材料科学の重要な研究目標の一つである。超伝導と表記されることもある。なお、超伝導の表記については理科学研究所違法。 理科学研究所発行の誤植が元になっている可能性が指摘されている。金属は温度が下がると電気伝導性が上がり、逆に温度が上がると伝導性は減少する。これは温度の上昇に伴って伝導電子がより散乱されるためである。この性質から絶対零度に向けて金属の電気抵抗はゼロになることが昔から予想されていた。 このことを検証する過程で、超伝導は1911年に、平家カメルリング・オネスによって発見された。超伝導となる温度、臨界温度、TC は、金属によって異なり、例えばニオブは 9.22K、アルミニウムは 1.20K となる。特定の物質が超低温に冷やされた時に起こる現象は、超伝導現象、超伝導現象が生じる物質のことは、 超電導物質、超電導物質が超電導状態にある場合、超電導体と呼ばれる。液体窒素の沸点である摂氏196度以上で、超電導現象を起こすものは特に高温、超電導物質と呼ばれる。物質が超電導状態になるということは、水が氷になるように、全く新しい層へ移行すること、相転位を意味し、超電導症に移り変わる温度を、 超電導転移温度という。超電導に転移する前の層は、常電導という。超電導体には、電気抵抗がゼロになる他にも、物質内部から磁力線が排除される、マイスナー効果によって、磁気浮上を減少を起こす。この時、磁力線の強度への応答の違いから第一種、超電導体と、第二種超電導体とに分類される。第二種超電導体では、 磁力線の内部侵入を部分的に許すことで、高強度の磁力に対して、マイスナー効果が発生する。第二種超伝導体では、ピンと目効果によりゼロ抵抗を維持している。これらの現象はいずれも、量子力学的効果によって起きていると考えられており、基本的な仕組みは、なるだけ PCS 理論によって説明される。なお、高温超伝導体は、 PCS 理論では説明がつかず物理学の未解決問題の一つである。日常では扱わない低温でしか発生しない現象で、その冷却には高価な液体ヘリウムが必要なことから、社会での利用は特殊な用途に限られていた。20世紀末にようやく上限温度、転移温度が比較的高く安価な液体窒素で冷却できる高温超伝導体が 相次いで発見されてから一般への認知も大きく進んだ。今後はさらに一般的な低温環境や室温で機能する実用的な超伝導体の発見が期待されている。1911年、オランダの平家カメルリング・オンネスによって、純度の高い金属が容易に得られる水銀を液体ヘリウムで冷却していったとき、 温度 4.20K で突然電気抵抗が下がり 4.19K ではほぼゼロの10万分の1オーム以下になる現象が報告された。ヘリウムの液化と超電導の発見によって1913年にノーベル物理学賞が授与された。1933年にドイツのバルター・マイスナーによって超電導体が外部磁場を退りぞけるマイスナー効果が発見された。これにより 超伝導体は完全導体と違うことが決定づけられた。1935年にロンドン兄弟、フリッツ・ロンドン、ハインツ・ロンドンが発表したロンドン方程式により、マイスナー効果は理論的に説明された。1950年、ビタリー・ギンツブルグとレフ・ランダウが蒸気ロンドン理論より一歩進んだ現象論であるギンツブルグ・ランダウ理論を発表した。 この理論には、超伝導の程度を表すオーダーパラメータが使われた。1953年に最高低温度17、K を示すニオブスズが発見された。これは、結晶構造から A15 型超伝導体と呼ばれた。1957年に発表された、ジョン・バーディーン、レオン・クーパー、ジョン・ロバート・シュリーファーらの BCS 理論により、 超電導現象の基本的なメカニズムが解明された。1980年代に発見された同酸化物高温超電導体や21世紀になって見つかった日ホ化マグネシウムを実用化する試みが続いている高温超電導を参照。より高い温度で超電導を起こす物質を探すなど、最初の発見から100年近く経った2009年現在でも、 超電導についての研究が盛んに行われている。超電導現象の発見以降、多くの超電導を示す元素や化合物が発見されている。アルカリ金属、金、銀、銅などの電気伝導性の高い金属は超電導にならない。単体の元素で最も超電導転移温度が高いものは2オブの 9.2K、上圧化である。上圧下において、 超電導を示す金属は多いが、そうでない金属、あるいは非金属元素でも高圧化で金属化と同時に電動を示すものがある。また、重い電子系における超電導や高温超電導、強磁性と超電導が共存する物質など、従来の超電導物質と性格の異なるものも発見されている高温超電導を参照。一部の有機化合物には、 超伝導を示す。それらは有機超伝導体として分類される。超伝導現象は超高感度の磁気測定装置や医療用各磁気共鳴画像撮影装置など測定用に超伝導電磁石を使用する用途においてはすでに広く実用されている。しかし、これらの応用例でも冷却に高価な液体フェリウムが用いられており、普及の大きな障害となっている。 産業用途では実用化の技術開発が進んでいる超電動モーターが最も期待されている。電力貯蔵の用途では瞬間停電を保障するために高い出力、短い応答速度が着目され実用化されるに至っているが現状では大電力を貯蔵するには至らずバッテリーなどよりコンデンサーに近い。また送電線については生み出された電力のうちの数パーセントは 電気抵抗による送電ロスによるものとされており、室温超伝導が実現されれば、このロスを減らすことのできる画期的なテクノロジーとして、待ちされている。以下に利用例を示す。5おさむき